本日はですね、団体指導とか行っても絶対言われるんですよ。頭がどうしてもブレちゃうんですと。うちに行くときに頭がこう前に突っ込んでしまいます。でもね、結構勘違いしてる人多いんですよ。これ引くと頭にちょっと移動するじゃないですか。さあ行くぞ。どうも、ミドルマンです。はい、あ、やってもらった。一言言うの忘れてもらった。まあまあ、たまにはいいんじゃないですか。たまにはいいですね、はい、たまにはね。かっこよくないですか、僕。いや、めちゃめちゃかっこいいです。これかっこいいですよね。オークリー、オークリーのなんか、僕こんなんであんま出ないんですよ。普段黒のイメージ強くないですか。あとナイキのイメージ強い。ナイキのイメージ強いですよね。今年からオークリーにしてやろう。オークリーの人スポンサーになってくれんかな。お願いします。ということでですね、本日はですね、まあよくね、これはもうよく言われます。もう団体指導とか行っても、僕もうね、絶対言われるんですよ。頭がどうしてもブレちゃうんですよ。うちに行くときに頭がこう前に突っ込んでしまいますとかね、いろいろあるんですよ。でもね、結構勘違いしてる人多いんですよ。頭が突っ込んでるってよく言われるんですけど、いやいや、それ突っ込んでないんだよと、ただ軸が移動してるだけだよっていう、まあちょっとその疑問をね、僕が解決しようかな。よろしいですか。要はこういう人は突っ込んでるからダメだよ。でもこの形は突っ込んでないんだよ。そうです。っていうことを説明してくれたんですね。その通りです。で、逆に言うと、そっち見逃したらあかんよっていうのもあるんで、はい、ちょっと今回説明していきましょうか。 T でいきましょう。はい、やっていきます。はい、ということで、早速説明していきたいなというふうに思います。頭が突っ込むっていうのは、この自分のこの体の中心あるじゃないですか。この中心から、例えばこう回っても、これ中心からとはずれてないじゃないですか。でもこれがですね、これどうですか。ずれましたよね。ずれましたね。これずれてますよね。これがいわゆる頭が出てるってことなんですよ。でも、もうね、結構例えば10人おったら9人ぐらいはこんな形になってないですよ。だいたいみんな振ったら状態って結構まっすぐなってるんですよね、軸が。でも頭が突っ込んでると勘違いしてしまうと。で、頭が突っ込んでる悪い例ちょっとやりますね。はい、お願いします。これがもう普通に悪い。普通に悪い例です。だいぶオーバーになってきますね。はい、めちゃくちゃオーバーにいきますよ。逆に頭が残りすぎっていうパターンなんですよ。これです。パッと見でも、あのさっきの悪い例と比べるとなんか別にそこまで悪そうに見えないんですけど。そうなんですよ。でもこれね、例えば頭が突っ込んでるっていう人、頭が突っ込んでこうやって振ってる人っていうのはあんまり実際いないんですけど、もしですよ、こんだけ頭がこう突っ込んで振ってしまってる人はもうね、こんぐらい反る、めちゃくちゃ反るイメージで、この腰をですよ、腰を反るイメージでちょうど頭って残ってくれるんですよ。で、これね、すごい大事なことが、この頭を動かそうとするんじゃなくて、この腰ですよね。この腰をしっかりとそのキープというか立て直そうという意識で振ると、これ頭が突っ込まないんですよ。あ、これ絶対こう首あるじゃないですか。首の下でこう胴体あるじゃないですか。ここの部分がこうやってブレるんで頭って突っ込むんですよ。頭単体でこういうのはなかなかいないんですよ。頭単体でこう、これは絶対にその胴体が前に行くことで、上上半身って言ったらいいかな、上半身が前に行くから頭突っ込むんですよ。だからこの上半身を立て直してやるっていうのがすごい大事です。もし頭が突っ込んでる人がいたりとか、例えばこうやって反ってしまう人がいるってなったら、この上半身を自分でしっかりとコントロールするのがすごく重要になってくると覚えててくださいよ。これはで、頭が突っ込んでるって勘違いしてる人っていうのはよくあるのが、見ててください。お願いします。
軸がすごい前に移動する人。今日めちゃくちゃ切れてますね。いいですね。なんかこのジャージのおかげちゃうか。これです。今引いたところから打ちに行った時ってすごい頭の幅ってこうかなり前に行ってるじゃないですか、はい、これを前に行ってるって言ってる人が結構います。今の動作を突っ込んでるって思っちゃってる人が。そうです。いや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 、体の軸に対してまっすぐ軸ね、まあ、例えば左足でも右足軸でもどっちでもいいですけど、この軸がこうやって移動しているだけでそれが頭が勝手についてくるだけなんで、これ頭はブレてないんですよ。頭がブレるというのはその自分の軸からこういう風にずれるからこうブレてるんですよ。軸が前に移動して例えばこう自分で距離を詰めていってこうパーンと打ってもこれは頭突っ込んでないんですよ。そこをしっかりと見ないといけない。でよくあるパターンがあのイチロー選手と松井秀喜選手って違うじゃないですか。ちょっと違いますね。違いますよね、はい、でもね結構あるのがそんな前に行ってたら打たれへんみたいなあるんですよ。こう打ちに行くときにバーンとこう顔がこういう風にぶれてしまうとなかなかこう打てないみたいな。いや自分で距離を詰めて打つ人もいるんでそこは絶対間違ってはいけない。で、まあ、これ基本となる僕の考えですよ。こう構えてるじゃないですか。頭はどれぐらい例えば前に行ったとしてもここまででやったらその動きはいいんじゃないかっていうところをお伝えしようかなと。でこれはどういうことかっていうとこう構えてるじゃないですか。こう構えたら今頭の位置ここにあるじゃないですか。でもこれ引くと頭の位置ちょっと移動するじゃないですか、はい、でこの時に振りに行った時にちょうどさっきここの構えてた位置に戻ってきたらこれは体重移動しっかりできてるじゃないですか、はい、この打ち方であれば要は顔はその前に行ってないんですよね。そうですね。ブレと言ったら、まあ、ちょっとぐらいですよね。さっきの構えた位置に戻ってきてるんでこんぐらいの移動距離であればうまく打てるんじゃないかなと。でもこれがあのこの移動ですらも頭の移動距離が多いみたいな。それ力がない子は飛ばないですよ。体重移動しないと。これがね結構あの勘違いというかちょっとバッティングを窮屈にするような指導が多いですね。見てると突っ込むな突っ込むなって言われすぎて、要はこの構えた位置から頭がここありますね。でここから引きますね。でここ戻ってくるみたいな。この、移動距離であれば頭の位置っていうのは全然動いてもいいかなと思うのでちょっとそこを見ておいてほしいなと。妨害ってことね。切れてるわ今日。なんでやろう。いいですよね。ブレてないですよね。ラストいきましょうか。この位置から元の位置より前っていうのは、うん、頭が突っ込んでなければ全然 OK です。あ、全然 OK。 全然それは個人 の、 そのやりやすさに合わせてあげて。そうですね。そうです。打ちやすい、まあ、幅ってあると思うんですよね。あ、これだったらすごい力強く打てるとかそうであれば全然いいと思います。まあ、一つの例としてミドル前だったら、まあ、元の位置に戻るぐらい移動距離が一番。そうです、そうです。いい感じ。もうそこが一番いいんじゃないかな。もしこう構えてて移動距離が多い人っていうのは例えば前足を使ったりとかもしくはスウェーしたりするんですね。こういう打ち方の選手もいるんで頭が自分の軸も軸よりこうやって出てなかった、出たりこう残ってなかったりすれば僕は全然いいかなと思います。なのでそこは勘違いする人も多いんで、まあ、気をつけてね、選手を見てあげるとすごくいいんじゃないかなと思うのでぜひ参考にしてもらえると嬉しいなと思います。はい、ということで、いやー球の位置ね、これはねやっぱバッティングにおいて前からボール来るんでね、このボールに対してなるべくこう動かない方が、まあ、理想とは言われるんですけども、でもねやっぱりこう自分でこう、まあ、しっかりボール見て打ちに行く時っていうのは多少なりでもやっぱ動くんですよ。ギリギリまでこう動かさずにこのボール来て後ろのポイントでパーンって回るっていうのはよっぽどパワーないとなかなかこう飛ばないですし、コンタクトも
単打打つバッターであればいいですよ。ノーステップにしてとか、最初からこう例えばホームラン狙わない、安打ばっかりこう狙っていくバッターであれば全然いいかなとは思うんですけども、やっぱりね、小さい子供たちとか、まあ、小中学生っていうのはまずしっかり振る力をつけてほしいんで、この体重移動を覚えてからあまりこう頭を動かさずに振るとかね、なんかそういう風な工夫をしてやってもらうとすごくいいんじゃないかなと思いますので、ぜひその辺を参考にしてほしいなと思います。頭の話をしてるのにすごい打ってる時やっぱ下半身に目がいっちゃいますね。あ、そうですか。やっぱりね、下半身がうまく使えてる人はどんなに頭がこう前後に動いてたとしてもブレてないと思うんですよ。なるほど。上半身ばっかりでこう力任せに打ってる人の方がこう上半身がこう猫背になっちゃったりとか、そうですね、絶対前に行きがちなイメージあるんで。確かにその通りです、うん、本当にあの頭が動くっていうのは胴体が動くんで、やっぱ動くんでね、なので体幹とか今回はと、今年来年の冬っていうのはそういう体幹トレーニングとかはすごくおすすめです。ちなみに僕めちゃくちゃやってました。で、最後にこれだけは言いたいんですよ。ちょっと長なってるんですけども、やっぱね、冬頑張る選手は春伸びるって言われるんですよ。ほう。僕はそんなことないと思ってます、はい、春、夏、秋、冬、この1年通し頑張った選手が春伸びるんですよ。なるほど、なるほど。じゃあそこをね、勘違いしてる人多いんで、だから1年通し頑張った選手が春先花が咲いて継続して結果が残せると。冬だけ頑張る人は春、夏前上がるんですけど、夏から落ちます。これ絶対です。なのでぜひその辺は皆さん頭に入れておいて冬練を過ごしてほしいなと思います。ということで本日は以上です。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。オンライン動画指導も行っておりますので、そちらもご登録の方よろしくお願いします。女子軟式野球チームアメージングも活動しておりますので、そちらも応募お待ちしております。では次の動画でお会いしましょう。さよなら。